まだ説明が足りなかったのかしら。付き添いはいらないわ。例の交渉で。まさかあなたたちが役に立てるとでも思ってるの？ですが、セ様、我々は長老様たちの命令に従い、あなたを迎えに来たのです。ここに長い間滞在されるご予定ですから、セ様のお世話をする者が。シッ。セ様って何？私の名前がセだとでも思ってる？小綺麗な格好をしてるけど、彼女とは比べ物にならないわ。名前は？新たに執事としてお仕えさせていただく、ジェームズと申します。じゃあ、私は？私の名前をもう一度呼んでくれる？セルマ、当主様。その度胸がどこから来るのかわからないけど、ちゃんと知ってるんじゃない？誰があなたに、その服を着せたのかを。さて、ポッチ？